立花商会菜園部です。今日は近所のスーパーで買った大小ある椎茸を取り込むだけの動画です。これはだいたい2週間ほど前に買ったスーパーで買った椎茸です。最初はもっと大きかったんですけども、もう2週間も干すとこのようにパリパリになります。干した網はホームセンターで買った網です。これに入れて日向とか、日陰もいいんですけども、今はすごく空気が乾いてますのですぐに干せます。これがもうちょっと季節が変わってくると湿気が入ってくるんでカビてしまいますんで、今のこの乾いた季節がやっぱり干し野菜には一番いい時で、この椎茸とかかぼちゃとかあとは大根とかいろんなものを干して楽しんでいます。スーパーではいろんな大きさの、もともと大きいのとか小さいのとか売ってたんですけども、もうこれはもうごちゃ混ぜにして、ただ、この網に適当に乗っけて干してます。これをこういうフリーザーバッグに入れて、これは100円ショップで買った乾燥剤なんですけど、こう乾燥剤も入れて、で、冷凍庫に保存しとくと持ちますので、それをやります。干すとビタミン D がなんかよく取れるということで、いろんな YouTuber さんがやっておられます。それをただ真似しただけなんですけども、一応小さいのと大きいのとで分けて、最初とはね比べもならんぐらい小さくなってるんです。これもっともっと大きかったんですけど、やはり水分が飛ぶとこんな風になるんですね。これ作って冷凍庫に入れといて、使う分だけ水で戻して、いろんな食事に使えるそうなんですけど、水に戻して一つまみのお砂糖をその水の中に入れてやると早く水に、そのこれが戻りやすい、らしいですね。で、これに乾燥剤を一つ入れて、空気をできるだけ出して、蓋して、
それで、日付を書いて、それで冷凍庫で保存したいと思います。結構干し野菜に凝り出すといろんなものにやってみたくなりますんで、結構これ本当に楽しいもんです。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございます。では失礼します。